トランスファーファクターは、あらゆる高等動物の体内に存在し、免疫情報を伝達する、ペプチド分子の一種である。白血球や初乳、卵などに存在し、保有者の免疫反応を誘導、助成、抑制する働きを持つ。非常に低重量の分子であるためあれ、トランスファーファクターは、百四十九年、アメリカの免疫学者エチ・シャー・ウート・ローレンスによって、 発見された。当時結核の研究をしていたローレンスは感染者の白血球から抽出した低分子物質を注射することにより感染者が持つ免疫反応を非感染者に移行できることを明らかにする。この抽出物には感染者が持つ免疫に関する情報を非感染者に移す何らかの因子が含まれていると考えたことからローレンスはこの物質を トランスファーファクターと名付けた。後の研究により、トランスファーファクターは、生物学上の種固有のものではなく、汎用的な有効性を持っていることが判明した。すなわち、牛や鶏のような種の動物から得られたものであっても、トランスファーファクターは人や、その他の動物に免疫情報を移転することが可能である。トランスファーファクターの分類には3種類あり、 それぞれの果たす役割に応じて、インデューサートランスファーファクター、アンチゲントランスファーファクター、サプレッサートランスファーファクターと呼ばれる。インデューサーは免疫システムが活動を開始することを助け、アンチゲンは免疫システムが侵入した病原体や異物を正しく認識できるように情報提供を行う。そしてサプレッサーは排除、または対処された。 目標物に対して免疫システムが過剰に反応することを抑制する。サプレッサーには過剰な免疫反応を抑制することによって自己免疫障害の発生を防ぐ役割もあるものと見られている。医学界では免疫調節剤としてインターロイキン、ピシバニールなどとともにヒトリンパ球から抽出したトランスファーファクターの研究が行われている。 しかし人由来のトランスファーファクターは患者ごとに因子を取り出す作業が必要になり非効率であるため日本国内では臨床例が少ないそのため人由来のものについてはその本体作用について明快な定義がなされていないロシア連邦保健省の認可証これに対して米国およびロシア連邦では牛書入や鶏卵から抽出しサプリメント化された トランスファーファクターの研究が盛んに行われており、特にロシア連邦保健省は医療現場で免疫調節剤としてトランスファーファクターサプリメントを患者に推奨することを認めている。ありがとうございます。